枠目、二枠目ってことでね。とりあえず二枠目を入らさせてもらうんだけど、ちょっとこれ毎回出だしがよくわからないっていう。終わってるのに、そう、終わっ、これ、あれ、なんか消えた。終わってるのに一人で喋る。だ終わってるのに、これね、一人で喋ってるというか、マジで、なんか、もう途中で、これ、一人ごとというかね、なんか、気づいたら終わってた。気づいたら終わって、終わったらね、終わりましたってね、変、エラー出てるなんか、もうなんかね、もうやり方がよくわかんないんだけどってことだよ、これ。いうことで、ね、あ、せいな、だ時間がなんかね、急に出たり出なかったりみたいな、これ、なんだろうな、これ。なんか、今ね、出ましたっていう、初心。いや、なんか、ね、やり方がわかんないんだよ、これ、やり方が。続けちゃおうかってことでね、いうことで、まあ、ちょっとね、シュプレムのね、まあ、ちょっとまだ、アーカイブ見てない人っていうか、今日あげたばっかりだから見てない人もいると思うんだけど、シュプレムがね、まあ、残念ながら引退することになりましたと。で、まあ、一応ね、この配信はちゃんと、まあ、みんなにも馬主としての自覚を持ってもらうということは、金くれって、だから、俺のセリフだってまあ、あるということなんで、一応ま、ことの顛末、まあちゃんとね、みんなで一緒に共有していこうと。うるせえボケって。言葉遣いがね、もう少しね、品格を持ちなさい、品格をね。俺も、JR を目指す身としては、ちゃんと品格を持ってね、ちょっと、なんだろう、高貴な、なんだろう、公家の出身として、言っても、見境がないような、頑張ってやりましょうねっていう、いうのね、頑張っていこうと思うんだけど、うるさいわよ、ボケ。ちょっとよくなったよね、言い方がね。ハゲ、なんでハゲの出身って、関係ないだろっていう、いうことで、ちょっとね、シュプレムについてね、少し話をしていこうと思いますと、まあ、なかなかね、ちょっと、うまく使えることもなく、まあ、残念ながら、まあ、引退となってしまいました。まあ、原因はやっぱもうすべて怪我。まあ、怪我っていうことでね、非常に、まあ、本当残念でならないと、まあ、本当それに尽きるよねっていうところで、まあ、どうして、怪我じゃない、怪我。初見で黙れハゲっていうことはね、黙ったら配信ならないんだろうっていう、松野軍団みたいな、もっと、松野軍団とかね、スマイネル軍団へようこそっていう、まあ、いうことで、まあ、ちょっとね、どういう状況だったのかっていうのは、ちょっとみんなにちゃんと、共有したいんで、ちょっと、まあ、結構ね、痛々しい、姿もありますけれども、そこはちょっとみんなで見ていこうかなと、怪我っていう怪我ね、の状態、ちょっと見ていこうということで、まあ、こんな感じでね、これでいいのかな、まあ、これが、レースの、翌日ぐらいかな、もう結構箱がひどいっていう、これは誰？これシュプレム、もうそれ最後、もうかなり、もうちょっと足がやっぱり箱してる状態っていうのが、まあ、この状態なんで、もうちょっともう、現役無理でしょうと。これな、ビッグヒトルやろうって。この状態で、もう現役を続けさせるっていうのはもう、馬にとっても、もうかわいそうだと。まあ、かわいそうっていう表現はあんま良くないんだけど、もう難しいでしょうと。な、切ないだろ？これもう本当に、渡先生も辛かったと思う。だから、まあ、これは馬主としてもやっぱ決断をしなければいけないんだよ。700万詰めてやれて、どこに詰めんねんっていう。だから、箱は治るよ。それはもちろん治るんだけど、結局使うたびにこんな箱をすることで痛がらせるわけになるわけじゃない。結局は。じゃないと勝てないし。だそうなると、まあ、もう、難しいんじゃないかと。繁殖、だからもうこの成績で繁殖無理でしょうと。ハゲ関係ねえだから、ハゲ関係だろっていう。なので、ちょっともう、難しいよねと。いうとこで、まあ諦めましたというとこだよ。五十嵐の果樹園で、ほぼ、なんだよ果樹園って。どこにあるんだよ果樹園って。だもう、ちょっとね、まあもちろん、ね、まあ、万世とか、まあジャンポケなんで、将来があって思ったけど、700万のゲップどんなゲップやねんっていう。おい、松の明日勝負だってな、リンクから逃げ出すなよっていう。明日勝負、マジで。なあ、55が平日走りますよっていう、ひひんばです。なんで、まあ、なんとかなっていうのは思ったけど、もう引退。そう。だから、この、
状態だとね、ちょっとやっぱ厳しいかなと、もう一度見せて、もう一回見る、うん、うん。やっぱちょっとね、箱、痛いからね、踏み込めないんだよ。もう左足が。一番やっぱ負荷がかかる外側だから、これは、続けさせるのは、かわいそうだろうと。ねえ、これ、足に、うんこついてるからね、これ。だ、もうそれもう、無理でしょうと。そうそうそう。だからもう、やめさせてあげようと。な、引退させてあげようっていうのが、まあ結論ですと。いうこと。そうそうそう。痛々しい。痛いんだよ。このもなかなか、やっぱり、こういうのを、やっぱ、馬主としては見て判断はしなきゃいけないっていう、ところだよ。だから、それはもう、現実、これもね。だから、そこはしっかりと、直視して、まあ、その判断をしていかなければいけないっていう。あ、これはコミュニティになりますっていう。これなんて言います？スマイルシュプレーム。ちょっと、まあ、場面もね、私たちにつけてもらって、馬も選んでもらったけど、ちょっとまあ、怪我に泣かされてと。いうところで、URL は説明、上の説明か下の説明なのに書いてあります。コミュニティ、スマイネル軍団コミュニティってことで、そうそうそう。ということで、で、まあ、もうちょっとちょっとね、まあ、ちょっと待ってよ、医学的に、ちょっと待って、言うと、ちょっと待ってよ、これか。これね、これ渡先生もらったんだけど、これ、まずの責任取れや、貴様。だから責任を取ってるだろうかって。お前700万、お前これ以上の責任取り方あるからって、お前700万。そうそうそう。だからこれ、いくらって金じゃねえよ、だからこれ。これ、いわゆる、まあ、レントゲン。で、左。なんてこの、ちょっと字が汚くて読めないんだけど。多分、左前膝っていう感じだと思うんだけど、そうそうそう、X 線じゃないこれ、X 線。ちょっと見てみようか、これ。俺も、なんかね、これわかるこれ。俺が、わかるこれ。これ。全然俺わかん、わかるこれ。詳しい人わかるこれ。なんなんだよ、松の邪魔とか、これ。俺も含めて見てる。これわかる？これ。なんかあるじゃん。なんか、こうなんかね、白い巨塔とか出て、これガンってこうやって、これは、ちょっと、末期ですね、みたいな。なんか、あるだろ、これ。なんか、それ、これ。はい。これ、どこあるんだ？え？後ろに紙、いや、これね、電気を当てないといけない。電気を。これ、どうやってやるのこれ。こう、どこだっけな。わかんないんだけど、これ。え？髪の毛巻き、話はあったから、俺の髪関係ねえだろって、これ。歯じゃねえよ、これ。膝。膝なんだけど、どこ、これで、ちょっと今後のためにちゃんと俺も勉強したいんだけど、これ。どこだよ、これ、マジで。松野は巻き、話はみたいな。話はみたいな、これ。そうそう。いや、くっけんじゃないんだけど、骨膜これ、どこ、わかるこれ。ちょっと、詳しい人、これ。食えるとこじゃねえ。だから、なんか、骨の、なんだっけな。なんかね、ぽい、この辺じゃないかなと思って、これ。この辺。上と下が、全然、何上と下が全然違うって。こういう向きでしょ、これ。ほら。これ、スマイル、ちょっと、ピンとあやこれ。スマイルシップに書いてあるもんだって、これ。逆じゃねえよ、これ。だって。こっち向きでしょ、これ。こっち向き。ほら。カタカナ書いてあるよ、これ、カタカナが。マジで。これ。くそー、見方がわからん、これ。これよ。だから、この、多分ね、これ。これちょっと、なんか、ドクターコバジなんだっけ、ブラックジャック、ブラックジャック的に言うと、これ、松野も引退して、どこだんだから、俺別に健康そのものだっていう、そうそうそう。これ、ここじゃないかな、みたいな。わかるこれ。もう、ちょっと、なんだよ、これ。ちょっと、ここ、もう、ここの、
ここの中、こう、ピュってなってるでしょ？ちょっと近い。なんだよ、これじゃあ。じゃあ、ここの辺。ここ、ちょっと、遠くて見えねえんだろ、これ。ここ。うん。これちょっと、何か動かすなって。だ、どうやってこれピント合わないんだよ、これ。なんか透き通っちゃうから、これ。ほら。ちょ、俺がこうやって顔出しておけばいいか。ここ。これわかるでしょ、これ。これよ、これ。おう、ギャーってことだよ。なんかもう、なんか、骨の間から覗いてますよ、みたいな。そうそうそう。おう、これ。おう。ここが、ちょっとなんか、剥がれとるみたいな。剥がれとるのかな、もうその骨膜？うん。になってる、らしいよ。おう、ちょっと俺もよくわかんないんだけど、おう、これ、もう一枚見てみようか。おう。これがわかんないんだよ、これね。これ。これ。これ、わかる？これ。これ。おう。お分かりいただけただろうか。お分かりいただけました、皆さん。これ。おう。松野も剥がれって思ったんだから。俺関係ねえだろってよ、これ。おう。ここ、膝。おう。わからないって説明されないのかよって言った。いや、俺もね、わかりません。これ、ちょっとよくね。おう。ただ、多分、この、骨、折れたところが、炎症を起こして、顔のレントゲンで、俺のレントゲン見て、バカ野郎って言ったから、俺のレントゲンじゃない。ここの、折れたところの、に、骨膜ができているっていう、そういうこと、なんじゃないのこれは。うん。これ、ちょっと獣医の方いらっしゃいませんかっていう、これ。うん。松野もレントゲン検査どういうことなんだから、俺レントゲン検査で何もすいませんよ、みたいな、これ。そうそうそう。この辺が、この辺。うん。これ膝でしょ？これ膝。膝ね。おう。たぶんこの辺に、多分ちょっと勉強ちゃんとしたいんだけど、多分折れたところが、この辺りじゃないの？これ。多分この辺？おう。え？やっぱ、家計学園必要だ。あ、必要だと思う、マジで。これ、ちょっと、獣医さんが、耐えてません、マジで。うん。スパイネル君よりもちょっとね、専属獣医必要かなと思って、これ。おう。この辺が多分欠けて、で、膜があるみたいな。もう全くわかんないんだけどね、これね。誰かいないのか、こうわかる人は、これ。俺見て。おう、獣医目指そうでって、今更いけるのか、これ。まあ、間に合うみたいな。うん。ええー、何も。膜。うん。解体しないと。解体するのこれ。解体しなくてもこれわかるもんじゃないのこれ。うん。そうそうそう。だ、その辺がねっていう、家計学園、獣医学出身で、卒系みたいな、これからできるんじゃないのかよ、あれ。そうそうそう。膜。うん。そうなの、アナウンサー、元獣医。あ、そうなんだっていう。おう、ただちょっと、わからないね、これ。そんな賢い人は、この、ゲレンワーのところにね、ちょっと確信ついたことが出ちゃいましたっていう。おう、そうそうそう。だ、これ、と、これ。おう、な、詳しい人いるんだったら、これ、よかったらね、今度見てください、みたいな。おう、デロ、ホラーマンショー、どんなショーだよって、これ。どんなショーだよって、もう、解体新書って、なんか、杉田玄白です。あ、俺多分合ってる、それ。なんか、日本史25点の割には、唯一知ってる、なんか、杉田玄白出てまいりました、みたいな、そうそう。サインレプリ、サイン入りはありませんけど、これ、なんか、獣医の人がいたら、見てもらいたいなっていう、うん。そうそうそう、杉田、合ってるよね、これね。そうそう、解体新書。ね、ターヘルアナトミア。なんか、なんだっけ、英語版よくわかんないけど、そうそうそう。ということでね、ちょっとこれ、もう、まあ、ちょっと記念というか、まあ、最後のね、土産っていうことで、もう、シュプレームのやつもらってきましたっていう、もう、なかなかよね、ほんと。うん。まあ、ちょっと戻しますけども、デスクトップってことで、もう、なかなか、もうなんか、まあね、ちょっと痛い思いもね、まあ、これちょっとこの動画の通りなんだけど、させて、まあ、これで、まあ、やっぱり一つの、ね、まあ、区切りなのかなと。うん、そうそう。ほんと頭がいいのバレるぞ。バカって通してるんで。バカで通してませんかって何回も言ったけど、一応ね、一つの会社の、社長さんやってますから、私。はい。もうちょっとみんなも、尊敬を、した方がいいと思う。スマイネル軍団の総帥ですよと。だからもう、ラフィアンで言ったら、岡田総帥ですよと。
岡田総帥に対してそんなこと、そんな口を聞かせてもいいんですかってこれ雇ってくれて、全然いいよ。だから真面目に働くんだったらね、どうぞ来てくださいっていう。そうそうそう。だからそこは、やっぱり、なんて言うんだろう。まあ、シュプレームもやっぱり限界をやっぱ感じたよねっていう。なんだよ。なんだこれ、感じ読めない。これ、なんだよ、買い物って。何を買うんだよっていう。月700万くれるわけねえだろ、だから。なんか、もう700万個人的に失ったばっかりだわっていう。こぼるしかできないけど、あのね、問題ないっていう。もうその、もうその気持ちを、このスマイネル軍団としてのハートがあれば、やれると思ってるっていう。松野軍団に社名は変えません。はい。それは、あの、個人と、なんだろう、公人わかりませんけど、あの、要は、あの、会社と個人は、ちゃんとこう、あの、分別をね、ちゃんとつけないと、あの、会社もね、大きくしなきゃいけないから、そうそうそう、男児松野に行こう、どういうことなんだから。だから、なんか見てるけど、あの、男児コマンドとか、なんか、懐かしいよねっていうね、そうそうそう、なんか見て、俺は、俺としてちゃんと、あの、馬主として、ちゃんと一人前になります。会社は会社で、もちろん大きくします。で、それで、愛、まみえたところで、あの、JRA が見えるみたいな、会社うまくまあ、ぼちぼちでんなっていう、ぼちぼちでんなっていう、まあ、10年、1年間続きましたよっていう、そうそう、何回見てる。横領は犯罪ですから、これ。犯罪ですからっていう。自転車操業。いや、自転車、馬主は自転車操業ですけど、会社は、あの、普通に回っておりますよ。うん。ただ、ま、やっぱりね、もっと大きくしていかなきゃいけないから、そうそう、まだ1年から5年持たせるとか、始めたのが1年前。うん。だから、まだ当たり前なんだけどね、1年経ちました。だから5年、5年というか、もう、2020年。おう、やっぱこれオリンピックあるから、そこはやっぱ節目にしたいなと。おう、いつ計画倒産、何の話やねんな。何回も言ったけど、大きくしていかなきゃ。おう、マジで。会社は成長させなきゃと。おう、じゃないと、俺も、あの JRA さんに、あの、なんだろう、この人を、あの、馬主にして、いいかなみたいな。いいと思うみたいな。そういうのが出てこないよねっていう、これ。おう、出向しないでって、出向、どこに出向するんだよっていう。おう、大物、出向する、どこにするんだよっていう。おう、左遷、さ、なんか見て、左遷させろって、社長ですよ。はい。自分で作った会社で自分で左遷させてどうすんねんみたいな。これ、どこ行くねんっていう。そうそうそう。おう、なんで、まあ、とりあえずね、まあ、会社も続いてるし、おう、まあ、シュプレームは、まあ、残念ながら続かなかったけども、おう、まあ、なんとか、まあ、綿先生にもね、もちろん、このシュプレームの分までね、スパイラルとか次のまで頑張ってくれというふうに伝えてるよっていう、うん、雇われではありません。自分にも金出してますっていう、はい。なんでそこは、やっぱり綿先生に対しても、そこは、まあ、むしろプレッシャーとしてね、まあ、しっかり伝えましたっていう、明日のさ、朝掛けもちょっと見てみようか、うん。ね、ちょっと雨降ってきてるから、スマネ軍団とってはいいよね、みたいな、そうそうそう、まあ、ちょっとな、ちょうど、13時だからちょうどやなっていう、コンビニの店長、社長とか、言うなよって、社長、コンビニじゃねえよって、もう、だから何回も言ってるけど、IT! うん、IT ですよっていう、そうそうそう。だからここね、うん、ここちょっと頑張ろうみたいな、会社大きなの前に松野の体が先に売りに出されそうって、まあちょっとね、俺も体もちゃんと持たせないといけないよねっていう、そう、IT ですっていう。左下の画像ね、左下？左下って何？どこ？え、左下？どこだよ、左下って。左、これ？え、これ？何これ？何これ、ちょっと気持ち悪いよ、これ。ちょっとわかりませんっていう。そうそうそう。これね、うん。まあ、ちょうどね、まあ、あさってプロバイド走るんだけど、まあ、プロバイドの時にもいいババになるんじゃないかなと。うん。ちょっと期待はしちゃいますよねっていう。まあ、午後最近ね、雨でも、まあ、雨じゃなくてもっていう感じはあるんだけど、クソ予想プログラム組めるぐらい有能だもんな。誰がクソ予想だよっていう、これ。だから、まあ、何回も言ってるけど、これ、一生懸命ね、仕事はちゃんと仕事は全部全力だ。俺、すべての手全力で頑張ってるから、マジで。差が寒いね。だから、そこは、なんか、馬も、仕事も、人生も、全力投球。そこはもう絶対揺るぎないよねっていう。うん。杉田プロバイドの逆転ついたのって。いや、まあ、それは杉田くんは、まあ、何、自給者の戦略あるから、もう、泣く泣くみたいな感じよ、今回は。うん。ノンザダンサー555の馬買おうっていう。まあ、悪くないと思うけどね。ノーザンダンサー入ってれば、まあ、仕上がりも早いしっていうね。明日も出るよ。明日は、55が出ます。佐賀4レース、13時45分発送ってことで。はい。こちらね、応援よろしくお願いしますってことで。そうそうそう。残業という名目で作った予想プログラムだもんなっていう。どういうことなんだから。なんか残業ってその頃俺何やったっけ？工場で働いてた、マジで。もう、徹夜してた、マジで。あの時は、まあ思い出した、マジで。近くに、大学
何学部だっけちょっと忘れたけど、図書館があったんだよ。そこで、プログラミングの本を、土日だっけ読んで、で、もう、工場から帰ってきたら、もうそこでもう、プログラムバー組んで、うん、元になったのは Excel だけどね、うん、それを、あの、ウェブにしても、へーってなんだよ、これ。もうなんか顔が、みたいな、もう、今日も同じ寝るのって。いや、もう今日はね、すでにしこり済みです。はい、そうそうそう。なんで、もうなんとかね、もう、まあ、ちょっと午後にはしっかりと、まあ、爪痕残してほしいなと、意外と、いや、努力家でめっちゃ、だ、何回見てるんだよ、これね、ほんとね、思うんだけど、まあ、昔も、そのベンチャー、まあ、これが初めてじゃないから、昔もベンチャーやってたんだけど、本当に死ぬと思ったら人間何でもやるっていう。お会社のトイレでありました。帰ってやりました。おなん本当にもうこれやらなきゃ死ぬと。その時も、なんだっけな。もう馬券が外れまくって、馬主はやってたな。もうやってて、馬券が、ベンチャー。はい。もう外れまくって、もうこれ以上外れたら死ぬっていう時になったから、もう10日で作った。最初の、一番最初のバージョン、なんだろう、1.0 かわかんないけど、もうそれは10日で作りました。おそうそう、ベンチャーねよって。ベンチャー。うん、そうそうそう。だから、なんだろう、人間ね、やる気になったらね、何でもできる。マジで。うん。あとは追い詰められるかどうか。だから俺も、まあ、正直馬主として、金銭的には相当追い詰められている。だから、もう本当に真剣にやると。だからそれがまさにね、仕事にも向いて、なんて言うんだろう。何でもやるよ、みたいな。全力でやるよ、みたいな。そういうところに至ってんね。いい意味でね。至ってんじゃないかなと思ってる。わざと追い詰められてる。いや、それはね、半ばあるかもしれない、マジで。わざとというか自分を追い込む。自ら。それは、あるかもしれない、マジで。お行きますね。はい、そうそう。スマイル、避難、合合ということなんだから。もう、なんか、合避難が人気ですぐ、負けるから避難合合ですよ、みたいな。そうそう。私、服が、今着てる服一着だけって。あ、私服これ？いや、もうちょ、あるけど、まあ、家では、まあ、これ、むしろユニフォームですよね、っていう。そうそう。明日は合合の残念会とプロバイダーの全会と、僕ならなんで残念会決定やねん、みたいな。何回も言ってるけど、やる前に、これね、負け確定みたいな、そういう言い方やめてもらえませんか、みたいな。馬が発行したのもお前のせいってことって。まあ、俺のせいかどうかわかんないけど、まあ、少なくとも、馬の状態に対しては馬主が責任を取るということは、まあ、全力でそうだよねっていう。スマイル清原。関係ねえだろ、だから。まあ、清原、ちなみに、近くにね、清原さんがいらっしゃった、家がありますけどね。そうそうそう。その服は和紙でできています。布だわっていう。スマイル国会っていう。まあ、いや、薬ドラッグはよくありませんっていうね。そうそう。会社も、包帯巻いて出社した。なんかみたいな。包帯、どこに包帯があるんだよみたいな。ハゲは、さらせませんよ。恥ずかしいんで。もう、反省枠は何時間。なんかみたいな。なんで反省決定やねんみたいな。明日。うん。明日、まあ、あわよくば祝勝会みたいな。はい、そうそうそう。後ろのたわしてんだって、これなんか、これね、人をダメにするソファーってあるでしょみたいな。人をダメにするソファー、そんな感じ。なんか、ふわ、こんな、なんだろう、もう寝ると、ああ、もうなんかゆったり気分、みたいな、もうそういうか、そういう感じだったよっていう、そうそう。本当は、歯あげてないでしょう、もう全部。何回見てるけど、ほんとね、これちょっとね、ダメやばいやばいみたいな、そうそうそう。次はスマイルハゲってどんな名前だよ、だからな。何回も言ってるけどね、場名っていうのは審査があるから、審査。それ通らなければ、だ、行きませんよっていう、20万で、まあ、月給ぐらい稼げるもんな、中央のが、あの額だから安く感じるけどっていう、20万、予託？うん、まあまあ、もちろん、20万あれば、っていうか、そもそもだけど、馬主やってなかったら、俺別にそんな会社も起こす、ほど、お金もいらねえし、なんて言うんだろう。そんなリスクをね、もちろん、会社を作るってことは、当然自分で借金を背負うリスク含めて、いろんなことをね、もう人生も、まあもちろん、馬主始める段階で、命も、全財産も、なんだろう、人生も、もうすべて、かけるつもりで、てかかけてやってるわけだけど、やっぱりそれだったら、GRA、頂点のやっぱり競馬場に来たよね、と。だから、もう、ここまで来たらっていう、そういう感じだろうっていう、そうそう、北さんプラックとかダメに決まってるだろ、だから、もうそのパクリ的なものはもう 100% 無理、マジで。実家もかけてる。実家は、まあ、ちょっと俺の名義には一切してくれないみたいな、もう母親が全力で死守みたいな、そうそうそう、なんでそこは、まあ、あるんだけど、だから何回も言ってるけど、これ、まあ、そこは、俺は全力で、真剣にやってるんで、そこはみんなも真剣にやっぱり向き合ってほしいっていう。隣の番組はもかけ、それとなんと、ネギが違いますっていう。完全な他人ですっていう。そうそう。あと5分で、ありがとうございますよって。まあ、とりあえず、
午後は、まあ、ちゃんとね、このクラス1個上の組でも、まあ、やれることは証明してほしいと。お、御社が第一希望ですっていう。ね、よかったら来てくださいっていう。そうそうそう。なんで、まあ、ここは、ね、まあ、やっぱいいとこを見せてほしいな。ただね、ちょっと前に熊が多いからね。まあ、そこはちょっと難しいなというところはあるかなと。で、まあ、こっちね、まあ、シュプレムは、まあ、ちょっとまだ見てない人がいるかもしれないんで、まあ、もう一回言うと、まあ、引退です、というところで、まあ、ここは、まあ、仕方ないよな、本当に。まあ、この、さっきも、動画流したけど、まあ、ちょっと足がもう、難しいんだよ、本当に。だからそこは、まあ、ちょっと分かってほしいと。御社が第一希望です。来世まで、自己 PR すること、どういうことなんだから、もうなんかもう自己 PR、もうだからやる気が一番ですよっていうね。そうそう、松戸社長、本当は弁当屋でしょって言ったら、IT だって言ってんだ、IT だっていう。馬肉か、いや、馬肉にならないように、なんとかね、元気は続けさせてやりたかったけどっていうところは、まあ、馬主として、オーナーとしてやれることは、なんとかね、そういうので繋いでやるっていうところなのかなっていう。ただもう足はもうね、プラプラじゃないけど、もうほんとビッコ引いてるから、やっぱちょっと厳しいかなっていう。そうそうそう、足だと思う。足がだから、もう、さっきも見せたろってか、もうレントゲンも見せたけど、もう厳しいんですよ。いや、もうね、ごめん。それはちょっとね、もう、非常かもしれないけど、俺最初は本当にね、泣いた。マジで。最初っていうか、もう、馬を引退させるときとか、やっぱ引退させるってなるともうその後の命の保証ないわけじゃん。だから、それは、もう辛かったよ。本当に。もう辛いなーって思った。でも最近は、もう涙も何も出ない。ごめんな、それは。いや、これは、馬主として、俺自身は成長したと思ってるんだけど、600万、700万消えた。3走で700万消えました。育成とか、まあ、手術とか、こいつも怪我したんで、カテーテル手術までしてやりましたと。でも全部やって、やるだけのこと全部やったけど、3回しか走れなかったと。よく通ったな、この名前っていう。まあまあ、そういうのもあるよね。小田切さんの馬とかね。そうそう。まあ、それは馬主さん次第みたいな。次の馬買うから悲しい。いや、次の馬買うからじゃなくて、もう、そういうことはね、もう日々起こるんだよ。だもう、10日間で2頭死んだ時もあるし、10日だと、たった10日で2頭とも死んでしまうんだよ。骨折じゃなくて。で、この年も、なんかもう1ヶ月ぐらいで2頭故障してっていう。もうそういうのを、もう、やってるとね、まあ言い方あれだけど、慣れてしまうんだよ。まあ呪われてるのかもしれない。まあそれは、まあダメな時はダメみたいな。保険金はありません。0円です。はい。全部自己負担ってことで。だから、まあ言い方あれなんだけど、慣れてしまうんですよ。もうマジで。だから、悲しいというか、まあ、悲しいは悲しい。ただ、涙は出ないですね。なんかごめんなっていう、シュプレームごめんなって支えてやれなくてっていう思いはあるけど、もう涙は出ないんですよ。尊敬形状はできません。これ個人なんで、無理ですっていう。髪の毛保険、髪の毛保険かけないよね、これね。俺の髪の毛は抜けていく一方ですっていう。安い馬しか買わないからしょうがない。だからそこは、なんて言うんだろう。まあ、安い馬しかの意味、また、それとまたいろいろ別だけど、とはいえ、なんていうんだろう、この怪我をしてしまうともうどうにもならん。もうゴーゴーみたいに、足遅くても、怪我しなければやれるっていうところあるんだけどね。そうそうそう。一晩寝たら忘れてやろうって。まあ忘れはしないけど、ただ、なんだろう、悲しみとか、なんていうんだろうな、涙とかは出ない。これはいいのか悪いのかわかんないけど、どうにもならないことかなっていう。この場合の木の馬が出てくればねっていう。まあ、それはね、本当に願うばかりだけど、まあ、買い続けてれば、やっぱそういうのも出てくるから。で、最近は、まあ、あんま外さなくなってきた。これはもう、俺自身も、やっぱ、助言してくれる人たちもいっぱいいて、まあ、努力の賜物かなとは思ってるんで。それはもう今後もね、ちゃんと買えば走るというところまでやっぱ行きたいなと。男は女と比べてマイナスなことを忘れやすいらしいっていう。まあ俺は特にね、もうプラス思考なんで、もう相当何も思い出せないと。まあ寝ますよ。はい。ということでね、まあ今日はね、まあ午後の出走情報と、まあシュプレームね、まあさよならってことで、まあそこのちょっと振り返りはさせてもらいましたと。まあやっぱりね、残った馬は走り続けるんで、俺が求めるのは、まあみんなにお願いしたいのはやっぱ応援してやってくれと。まあ本当に、まあいなくなった馬は、まあそれまでということもあるけども、まあ残った馬が全力でね、まあ去っていった馬の分も走れるように、
応援してやってほしいなとは思います。はい。ということで、明日午後、明後日プロバイドっていうね、まあ全力で走っていきますんで、まあシュプレムの分も頑張ってほしいなと思ってます。皆さん応援、よろしくメカドック、ワンワン。